はい、米の一等米比率が低下した話題など今年は米に関する猛暑の影響などをお伝えする機会が多かったですが全国の人が新潟のお米を評価していることが分かるこんなランキングが先週発表されました。それがこちらでです。す。お米券イメージランキンキグです 旅行情報雑誌ジャランが全国のお米の産地をテーマに。四十七都道府県在住の二十代から五十代を対象に。インターネットでアンケートを実施しました。さて、松村さん、新潟は何位だと思いますか。一、うんまあ、位であってほしいと願いますが、どうでしょうか。結果どうだったんでしょうか。結果、こちらです。 はい、新潟県は秋田県や北海道そしてお隣の山形県を抑えて堂々の1位に輝きましたアンケートで寄せられたコメントの中で圧倒的に多かったのがお米といえば新潟。 というコメントだったということなんです県外の方がこう言ってくれるっていうのは非常に嬉しいことですよね、はい、やっぱり米どころっていうのは新潟の枕言葉ですよねそうですよねえジャラン編集部はこの評価について、えっと、独特の甘みと粘りがあり全国的にも広く知られたコシヒカリによってお米県のイメージが定着しているとしています このイメージを守るためにも今後も続くことが予想される猛暑への対応が重要となってきますが県は先月30日に専門家などによる研究会を立ち上げ対策の検討を開始今後、暑さを回避するためのさまざまな方法を提案していく考えです。 はい今回のお米券イメージランキング1位獲得はこれまでの米農家の努力の成果なんですが毎年のように異常気象が襲う中米王国としてのプライドを守る新たな挑戦が続いています。